授業を始めます。今日のテーマは蒙古襲来です。13世紀の後半、中国を支配し高麗を服属させた元のフビライハンは日本に対して朝貢を強要してきました。しかし幕府の執権北条時宗はこれを拒否。それを受けて元は1274年に高麗の軍勢も含めた約3万の兵で対馬壱岐を攻め、九州北部に上陸しました。幕府は九州地方に所領がある御家人を動員してこれを迎撃。日本の軍勢は苦戦を強いられますが、相手の損害も大きく元軍は撤退しました。この戦いのことを文英の役と言います。その後幕府は元が再度襲来することに備えて九州北部の要衝を警備させる異国警護番役を強化したり、博多湾沿いに石の防塁を築きました。そして1281年元が日本征服のため約14万人大軍を引き連れて再び九州北部に迫ったのです。ところが日本が博多湾岸への上陸を防いでいる間に暴風雨が起こり、元軍は大損害を受けて敗退していきました。この戦いのことは港湾の役と呼びます。この二度に及ぶ元の襲来を蒙古襲来または元寇と言います。ちなみに源義経かもしれない